私は最近都会の教員採用試験に落ちました。とても落ち込みました。その後、自分の将来について考えてみて、知り合いのいない都会で働くことに不安を感じてしまいました。知り合いがいない都会で講師をやるか、大学通った慣れてる田舎で講師をやるか、どちらか悩んでいます。武井さんなら都会と田舎どちらを選びますか？まあ俺はどちらも選びません、はい、まず講師をやろうと思わないので講師をやりません。で、自分の仕事だとしたら自分の仕事を都会でやった方が僕は仕事が取りやすい業種なので、僕は目指しているのは、だから僕は都会に行って、はい、今のような仕事を目指すと思います、うん、まあでもその講師云々は置いといて、都会で知り合いいない場所か田舎で知り合いのいる場所か、どっちか選べっていう、同じ今の俺の仕事っていうんだったら都会で知り合いがいない方を選べます。知り合いなんか生きてりゃ生まれるんで、話しかけりゃもう知り合えるんで、知り合いはいくらでも作れるから、はい、多分俺明日全く知らない土地行っても、もう次の週に100人ぐらいと知り合ってる可能性も、はい、なんか自信もあるし、うん、いくらでも知り合えると思うし、友達も作れると思ってるんで、あんまり気にしてないです、うん、でもみんなあれなんだろうな、結構その不安があるんだね、知り合いがいないとかね、うん、特に地方の人はそういうのあるのかな、不安なんだな、都会に、俺都会に生まれちゃってるから、その不安がちょっとやっぱ分からなかったりするんだよね。大したアドバイスにならないと思いますけど。